名鉄名古屋駅、名鉄名古屋駅は、愛知県名古屋市中村区名駅一丁目にある、名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は、NH36。1941年、昭和16年開業。名鉄最大のターミナル駅であり、1日800本以上の列車が発着する。名古屋駅及び近鉄名古屋駅、名鉄高速バス路線網の中心地である。 名鉄バスセンターに隣接し、中京圏の重要な交通欠接点の一翼を担う。開業当初から地下駅、新名古屋地下トンネル内である、地下鉄線、近鉄線の各構造物に挟まれるため空間に余裕が少なく、プラットホームは上下各一線を三面で挟み込む特殊な配置となっている。この設備で多方面への列車をさばくため、乗車方法、 乗車位置、列車案内などが工夫されており、当駅の特徴となっている。また、現在でも有敢に限り新聞発送の荷物取り扱い業務を行っており、専用の設備を有している。午後の時間帯には、新聞を各方面行きの列車に積み込む様子が、ホームから見ることができる。かつては、岐阜駅でその新聞を 600V ローカル線の車両に積み替えて、黒の 関方面、共に2005年、平成17年路線廃止へ輸送することもあった。当駅の直上には、名鉄百貨店本店の本館があり、バスセンターのある同店、メンズ館、メルサには、名鉄の本社をはじめとする、名鉄グループの拠点事務所がある。当駅と JR、地下鉄の名古屋駅及び近鉄名古屋駅は合わせて、名駅と呼ばれ、 駅周辺の正式な地名にもなっている。開業以来長らく新名古屋駅という駅名であった、中部国際空港開港を前にした2005年1月29日、国内外からの乗客に、名鉄の名古屋駅であることをわかりやすくするため、名鉄名古屋駅に改称された。なお、当駅は駅名こそ異なるが、実質的には、名古屋駅、近鉄名古屋駅と同一駅である。 金山駅や神宮前駅と同様に、駅名標なども日本語の他に、英語、中国語、関体あざ、朝鮮語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語のこ言語表記である。方面、行き先表示、駅、車内アナウンス、自駅表示器では、名古屋と略称を使う。ただし、新名古屋駅時代から方面、行き先表示で、名古屋都市、車内到着前アナウンスでも、 駅名を繰り返す際には、名古屋としていた。一方、駅名表、路線図、運賃表、列車内画面などでは、名鉄を省略しない、正式駅名が使われている。いわゆる通過型ターミナルで、一部の特急を除く、ほとんどの列車は当駅を越えて運転される。上下線間の渡り線や、引上げ線がないため、当駅終着の下り列車は折り返しせず、 堺西駅や美は島分岐点北側の犬山線、下大田駅寄りにある折り返し線などへ改装される。また、床上線内からを中心に二つ手前の金山駅で折り返す下り列車も多く設定され、名古屋駅への通過本数を抑えている。現在、岐阜、津島、犬山方面から当駅終着の上り列車は設定されていないが、かつて運転されていた。 東駅終着の上り列車2001年に廃止となった特急北アプスなどは金山駅や神宮前駅まで改装されるか行き先を変えて運転を続行する形態をとっていた周囲の建物との関係から床面の位置はコンコース中央改札出口南改札北改札が地下0.5階中央改札入り口西改札新南改札が 地下1階、ホーム、東改札、近鉄連絡改札が地下1.5階である。改札口は、中央改札口、西改札口、南改札口、北改札口、東改札口、新南改札口、近鉄連絡改札口、近鉄側の名称は、名鉄連絡改札口の合計7カ所である。中央改札口、西改札口、 南改札口は、名鉄駅ビル内に、北改札口は、ゲートウォーク地下街に設けられている。東改札口と新南改札口は4、番線ホームへの入り口専用であり、東改札口は、地下宝くじ売り場のそば、新南改札は、名鉄百貨店地下食品売り場の奥にある。近鉄連絡改札口は1番線ホームと、近鉄ホームを連絡している。北、西、 中央の改札口には液晶テレビ2011年7月頃プラズマテレビから改装1998年までブラウン管テレビを使用した発車表が複数設置されている。発車表には各方面ごとの3つ先までの列車が左から種別、行き先、時刻、尾行、両数の順に表示され先発の列車のみ停車駅が表示される。また、 ニュースカイの場合は、乗り場は、2、3番ホームと表示される。この他特別車付き列車、ニュースカイ、快速特急、特急専用の発車表がある。上下線を相対式ホーム上下各一面と、島式ホーム一面で挟み込む特殊な配置となっている。ホーム部分がカーブしていて、列車との間に隙間が生じるため、ドア扱い中は、 ホーム下に取り付けられている色い回転灯が点灯して注意を促すようになっている。また、校舎ホームの豊橋寄りには、新聞輸送用のシューター等の設備が設けられており、有管輸送の二役に使用される。ホームの有効長は19メートル車十両分、1.4番線が189メートル、2.3番線が194メートルであるが、岐阜方の約2両分、 北改札口階段付近は乗降には使用しておらず、利用客が通らない部分は、柵で仕切られているか、一般客立ち入り禁止として、新聞輸送用カートなどの置き場となっている。相対式ホームは乗車用に、島式ホームは校舎及びミュース会、快速特急、特急、特別車の乗降用に使用し、行き先ごとに列車の停車位置を変えて、 乗客の行列位置を変えるなど、強小な駅設備を効率的に使用している。また、当駅止まりの列車は、5乗を避けるため、校舎ホーム側のみドアが開く。他方面への多彩な種別の列車が1から3分ごとに発着し、さらに一部方面からの列車遅延が生じた場合には、別路線からの到着順と差し替えるなどのイレギュラーも、発生するため校内放送を自動化しれず、 駅員の肉声による放送を行っている。放送ブースは上下線で分けられ、1番線のホーム、岐阜方先端付近の屋根上、4番線の豊橋方停車位置付近に設けられている。なお、放送ブース内にも発車票が設置されている。また、朝ラッシュ時における校舎側の扉は、車掌ではなく、名古屋城無区の係員、助役が閉める。これは、 校舎に時間がかかるため、少しでも駅停車時間を少なくし、遅延を防ぐためである。車掌は校舎側の扉を開けた後、乗車側の扉を開ける。そのまま乗車側の扉を閉め、乗務区の係員が校舎側の扉を閉めたのを確認し、電令を鳴らす。ちなみに、当駅の発車ベル、ブザーは、上りと下りで、音の高さが異なり、 豊橋方面が低温、岐阜方面が高温である。またブザーを止めた後に再度流れる2回目のブザーは、車掌にドアを閉めても、量という合図であり、担当ホーム係員がすべて赤色旗を上げたのを、ブザー操作の放送係員が確認し、下りは単1回、上りは単2回鳴らす。さらに上り校舎ホームでは、自動車の方に似た合図もある。 これは4両以上の列車で、降車完了を車掌に知らせるための合図である。こちらは、ホーム係員が、ホーム柱に設置されたスイッチで操作する。名古屋駅に限らず、名鉄では発車ブザー、ベルを使用する駅ではブザーが鳴り終わってからではなく、鳴っている途中で、ホーム上の駅員が丸めた赤旗を頭上で左右に、振るのを合図に車掌がドア閉める、独特の方法をとっている。 ホームには発車表として液晶ディスプレイと三色 LED の2種類の機器があり、三色 LED の表示機器は一般車ホームの先発列車の停車駅のみ表示される。ただし、全車特別車のミュースカイは停車駅を表示しない。液晶ディスプレイの発車表は1.4番線が3つ、先までの列車を2.3番線が特別車を 連結する三つ先までの列車をそれぞれ表示している。なお、先発の列車は停車駅も表示される。普通電車は途中で来て終点まで各駅に止まりますという文面で終わらせることもある。なお、発車表がテレビ化されるまでは暗闘式のものが使用されていた。一般車乗車ホーム一番線と四番線の乗車位置は列車の系統、種別、 方面ごとに分けられ、中央ホーム上部に設けられた各色の暗闘型乗車位置案内標識がその位置を示している。すなわち系統ごとに停車位置イコール乗車位置をずらすことによって、系統別の整列乗車が可能となり、上下各一線ながら、多岐にわたる系統を分別させ、混乱と誤乗を防ぐ、当駅なりの工夫である。列車が止まらない、位一,一部特別車の場合、 特別車が止まる位置もドアがない位置は標識自体が点灯しない。標識の色はホーム上の整列乗車位置を示すテープの色と対応している。各標識は系統ごとの直近の列車、発車案内に表示されている次々発の列車までの停車位置である限り全てが点灯している状態であり、系統別に早めの整列を促している。例えば一番線では 先発列車が何であれ青色、岐阜方面と緑色、犬山方面の乗車位置では待ち客が同時に整列し、特に4番線青色乗車位置では急行の快速特急、特急通過待ちがあるため顕著、列車が来ても当該系統でない場合そのままは整列を続ける様子が見られ、ほぼ紐すばら混み合う、当駅の旅客動線を整理することに役立っている。さらに、 まもなく入線してくる列車の乗車位置は、表示上部にある横線型のランプが点滅して、乗車扱いが近いことを示し、乗車扱い中は、これが点灯する。各ホームの乗車位置と乗車位置標識の色は、下記の通りである。横線型ランプが消灯している状態で撮影。一番線と異なり、各方面に行きとも、 ミュース海を除く4両以下の列車は、中央階段付近から後ろ寄りに停車する。金山止まりや神宮前止まりの場合、岡崎、豊橋方面と同じ色で表示される。多数の列車を上下各位一線で裁くため、上下線ともホームの中間点に、場内信号機を備えている。1.2番線が第4番内、3.4番線が第3場内である。なお、 列車の最後尾がこの信号機よりさらに先まで行かないとホーム手前の場内信号機が変わらないためたとえ編成が短くても2本の列車が信号機を境に同時に停車しての客扱いはできない2005年平成17年にバリアフリー対策としてレール面を下げることにより電車床面とホームとの段差を縮小した翌年にはそれまでのバラスト同床から コンクリート道場に回収されている。これはバラストを除去の上 PC 枕木の間にコンクリートを充填したもので、最初からコンクリート構え体に付設する直結軌道とは異なる。軌上は 50KGN を使用している。3の方のトンネル高校は短距離で、すぐに高架線へつながるため35パーミルという名鉄、最急勾配である。逆に、 境製型のトンネルは高校まで約1トルと長い。運転士の確認用の列車種別表示等が、当駅ホーム直前のトンネル内に設置されており、これはホーム上や線路脇のホーム下にある電光式の停止位置目標、画像参照と連動している。表示は名古屋本線へ向かう6両の急行や、特急の場合、特急6、 犬山方面など4両と8両が同じ停止位置の時は犬984などである。分岐器はないが曲線や勾配の関係から通過列車の制限速度は1.2番線が駅の前後にわたって時速 45km3.4 番線が進入時のみ時速 35km といずれも低い。そのため先行列車との間隔が空いた場合は場内信号機、 出発信号機とも進行現時に変わる。詳しくは、名古屋駅駅周辺を参照。近鉄名古屋駅と共に、名古屋駅に乗り入れており、改札内、改札外に連絡通路が何本かある。近鉄名古屋駅は、名鉄名古屋駅に隣接していることから一番線に、連絡改札口が設けられている。現在は自動化されたが、かつては、 近鉄名古屋駅の駅員と共同で改札を行っていた。出札は名鉄が担当。なお、JR への乗り換えは北改札口、または西改札口、地下鉄桜通線への乗り換えは北改札口、地下鉄東山線への乗り換えは中央改札口が便利である。青波線への乗り換えは北改札口から自由通路を経由するか。 南改札口から JR 駅南側を迂回することになり、ホーム間の直線距離に対してかなりの遠回りとなる。2007年4月1日に近鉄線でピタパー以降かの取り扱いが開始されたが、約8ヶ月間は対応しておらず、一旦名鉄の改札口を出て、改めて近鉄改札口に向かう必要があった。現在では、 名鉄の磁気式乗車券近鉄の IC 乗車カードでの乗り換えができる。名鉄線側に設置されている近鉄線自動券売機、高額紙閉対応タッチパネル式も IC 乗車カードに対応している。さらに2011年2月11日のマナコの導入、および2012年4月21日のマナコととかの相互利用開始に合わせて近鉄の磁気式乗車券名鉄の IC 乗車カードでの組み合わせでも乗り換えができるようになった。ただし、名鉄のマナコまたはトカと,かと近鉄のピタパまたはアイコカとの IC 乗車カードの2枚同時使用による乗り換えはできないため、この場合は一旦通常の改札口を出場の上、改めて乗り換え先の通常の改札口から入場しなければならない。なお2013年3月23日からは、 相互利用可能な1枚の IC 乗車カードでの乗り継ぎが可能となった。合併による歴史的な経緯から名古屋市内で東西に分断されていた名古屋鉄道の2大幹線、西部線、東武線を地下線で直結し国鉄名古屋駅に接続するターミナル駅として建設された。2017年3月29日、名鉄は名古屋駅地区再開発事業として 名鉄名古屋駅の拡張を含む再開発計画を発表した。具体的には、現在の駅敷地を対交通をまたいで南側に拡張し、駅敷地面積を現在の約2倍にするというもので、その上部に南北400メートルの細長い一連の超高層ビル30階程度を想定を建設する計画であるという。駅本体については、線路やホームの数を増やして、 方面物ホームを整備する計画だが、国土交通省からも、要請のある、中部国際空港域列車専用のホームの整備も、含め、具体的なホーム等の配置計画は、検討段階であるという。名鉄百貨店本店本館、名古屋近鉄ビル、近鉄パッセ、日本生命、笹島ビルなどを取り壊して一体的に、再開発する関係で、名鉄の他に、 近鉄や日本生命、三井不動産が再開発事業に参画しており、リニア中央新幹線の完成する2027年頃までの整備を目指すとしている。計画発表から5年後の2022年に着工予定だが、これについては関係者間の調整が難航し、当初の予定より2年遅れたとも報じられている。全日空では、中部国際空港発着の快速特急、 現在のミュース会、特急と福岡空港、新千歳空港発着の便との接続を便利にしたドアツー a n a という新ダイヤを発表した。このプロモーションのため、2005年1月から2月まで2.3番ホームと中央改札口の柱や壁がすべてドアツー a n a の広告になった同様のプロモーションは、金山駅でも行われた。また、同時期に、 全日空の自動チェックイン機が中央改札口の生産所の隣に設置された。なお、金山駅も西改札口内に設置されたが2008年に撤去された。名鉄百貨店の全館一体改装工事に合わせ改修工事が行われた。2002年4月から閉鎖されていたメルサ川の改札口、豊橋方面入り口専用は2005年9月27日から、 再開され、百貨店売り場と混在していた、駅施設の一部移動や、ホームと車両との段差をなくすためレール面を低くする、バリアフリー化工事を行った。2006年春には、地下鉄改札口から、中央改札口へと向かう通路の幅を広くする、工事が完了した。1番線と4番線ホームには、ファミリーマートがある。24時間営業ではなく、電車の運行時間帯。 朝6時から24時の営業である。以前はサンクスがあり、店舗名には旧駅名が使用されていた。ニューデイズなどの駅売店系を除いた一般的なチェーンによるコンビニは、過去は全国的にも少なかったが、2016年現在は JR 西日本、四国、京急のセブンイレブン、東部、近鉄のファミリーマート、東急、東京メトロのローソンなど各地に広がっている。 以前は一番線にはなく改札口付近にあったが、その後閉店して一番線に移転。閉店後の跡地はトイレに改装された。この他一番線の近鉄連絡改札口近くには、ドラッグ杉山もある。ミュージックホーン搭載車両の進入時に、ミュージックホーンを推定する列車が他の駅に比べて多いため、鉄道ファンにとっては人気が高いポイントであったが、 2009年2月頃より利用客から案内放送が聞こえないというクレームを受け、またそれ以外の列車は侵入時に警笛を鳴らす。JR セントラルタワーズ側にあるタクシー乗り場は、名鉄交通など、名鉄グループのタクシーに加え、近鉄グループの名古屋近鉄タクシーも発着し、名鉄、近鉄タクシー乗り場と表記されている。 名鉄グループのタクシーは JR 名古屋駅から乗ることができない。豊橋、中部国際空港方面のホームには、京阪電気鉄道が展開するお京阪の広告がある。列車に遮られなければ特別車、校舎ホームや岐阜、犬山方面のホームからも見ることは可能である。岐阜、津島方面と犬山方面は当駅で乗り換える客が多く、 省内川鉄橋の北側の尾は島分岐点から、当駅までは重複乗車となるが、料金計算上は、同分岐点で乗り換えたものとして計算され、重複乗車部分の料金はその区間で途中下車しない、限り不要である。路線区分上は、同分岐点が犬山線の起点であるが、同分岐点は、犬山線の線路が、本線の線路に交流しまた分岐するためのポイントが、あだけであり、 この分岐点では上行、乗り換えすることが不可能であり、分岐点等駅の間の東渋谷島駅及び、境西駅には、ニュース海などの優等列車の大半は停車しないので、名鉄名古屋駅もこの両駅と同じく、当駅は全列車の停車する駅であるので、最も、実質的な、とも言える、犬山線の起点駅としても機能している。ダイヤが乱れた場合は、遅れが広がらないよう、 当駅に来る列車の到着順序を変えて運行する。上りホームには、カキフライなど、おつまみの自動販売機がある、2015年6月5日、登場。2016年1月23日から2月4日までに、期間限定で、テレビドラマ、名古屋駅最終列車の PR の一環で、松井玲奈が、校内アナウンスを担当。 終電後に撮影したと思われるホームとコンコースが2017年春頃からストリートビューに掲載されている。当駅の開業から2005年までの名称であった新名古屋駅は鉄道省、現 JR 東海の名古屋駅が1937年、昭和12年に現在地に移転した際も通称として使われていた。そのため、 当時の資料を確認する際は注意が必要である。現在でも、名鉄名古屋駅と近鉄名古屋駅は壁一枚隔てて地下で隣接しており、近鉄名古屋線が改めきされる前の狂気であった時代である1954年、昭和29年までは連絡線が設置されていて、1950年、昭和25年8月4日から1952年、 昭和27年9月30日までの間、団体列車に限り名鉄、近鉄の相互で直通運転を行っていた。名鉄からは、伊勢、中川泊まり山田線連絡、養老へ、近鉄からは、豊川へなり、当時は、稲から小坂井線を経由して、国鉄豊川駅へ乗り入れていた、犬山へ列車が運転されていた。この連絡線は、名鉄ビル、現、 名鉄百貨店建設工事に伴い廃止され、現在、連絡線の後は壁が設置され、塞がれているが、各壁部分、くぼんだ空間を確認することができる。また、岐阜、犬山方面の上り、下りの線路の間は、支柱で仕切られているが、上り線から近鉄線へ向かうための渡り線が通っていたところには、現在も支柱がない。一方、 近鉄名古屋駅一番乗り場より、大阪、伊勢方面に出て、すぐの向かって、左側の箇所にも連絡線跡の隔壁部分を確認することができる。また、現在も下り岐阜、犬山、津島方面ホームと近鉄名古屋駅ホームは繋がっており、両社協会に設けられた乗り換え改札を通るだけで、近鉄名古屋駅ホームに出ることができる。さらに、見た目にはわからないが、 ホームの南側、新聞積み込み用シューターの付近の上を近鉄名古屋駅の正面改札口から各ホームに通じる通路が横切っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。